12月7日木曜日、久々に来ました7の日。ここの自販機も背が高いんだよ、背がさ。さあ久々にいい番号です。サンキュー、39番です。今日はですね、なんかもう久々にね、7の日にブログ更新してましたね、店長ブログ。ただ店長ブログ難しいんですよね、あっさりした文章なんで、まあ、一応伝説って書いてあるんで、レジェンド、ブルーレジェンド、サラバン、サラバン行こうかっていうのも考えてるんですけど、39番だったらね、ちょっと末尾7をね、久々に行きたいんですよね、バジリスクの。だからバジリスク絆の末尾7がダメだったらサラリーマン番長、そして昨日そんなに出なかったコードギアス全 F ゲア日頃全合わせて、まあ、僕打ってないんで何とも言えないですけど、まあ、一応少しは出てたんですけど、不発っぽいので据え置き結構やるんですよ、マルハンゴジラ店は。特に7の日にもう据え置きやるかなと、ブラックラグーンとかね、まあ、その辺を狙いたいなと思っております。しょうがねえね、サリニマバジオですわ。マツビ7のバジオです、取れませんでした。正直ね、サラリーマン番長4台あってどれでもいいんですけど、4台中1台こうやってね、稼働停止のやつがあるんで、ここ動画撮りやすいんですよ。これやりますわ。ちょっとね、ずっとへこんでる台なんで不安は不安なんですよね。ずっと出てないとかあんま入れないんだよな。敵の悪い右の角の806番を打ちたくないし、まあ、とりあえずこの803番やります。ここに焦って入れたらね、出るんですよ。この台はね、中身がありますからやばいです。600のゾーン抜けちゃいました。天井まっしぐら、やっと800のゾーンで当たりましたよ。しんどい。出る最初悪かったんですけど、後から盛り返して、まあ1回目は当たるまでやろうかなと思いましてやってるんですけど、今全然出るが落ちないんですよ。やばい、今日は本当自信がない。天井行っちゃいました。なんでここまで打ったかっていうと、他の2台がね、アーテテっぽくないんですよ。だからまだ頂きも入ってないですし、粘っちゃいましたね。で、あとミユミサのコメントで焦っちゃダメっていうのがあるんですよ。それが天井以外で出て、これ B モード以上期待度アップなんですけど、そのコメントの時に100ゲーム、300ゲーム、500ゲームの B モードでそれ言ってなかったので、もしかして天国準備かなとちょっと思って、当たるまでやるかということで、ここまで打っちゃいました。微妙だな、研修かよ。わあ、こっから B モードにならなかったら少し考えるよ。今ちょっと前にチャンス目引いちゃったから対決行っちゃったけど、これ終わってから夕焼けにならなかったら、ああ考えます。
焼けにならないね。やっとレア子役会場ですよ。チャンスメタル入ったんですけど、まあこれはもうないね。しかもいただき入ったん一回入れるね。天国か子役で入ったかもうわからん。本当にディフィカルト。これはちょっとやりがいがあるね。いいよ。久々に楽しいのが来た。吉宗の年貢ですよ。どっから押す？あ、さっきのチャンスメで入ってたんだ。初めて見た？今の常連のね、綺麗なお姉さん、サラリーマン番長好きな。ほんと久々に見たんで。おお。うわー、でもよく40ゲームで3つも乗ったな。うわ、2つが何ゲームかわからないな。本当は届けステージやりたいですからね。鏡ステージ。あれ？ちょっと待って。80ゲームってことは30ゲームと50ゲームか。裏に30ゲーム隠れてたら30、50、30で合ってるはずなんだよな。いっぱいお話しするとちょっと分かんなくなるね。こういうリップルーム途中のこういうやつとかね。まあいずれにしろ最後に30ゲーム、おお入った。ちょっと待って、常連の人にねもらった缶コーヒー今日あるんですよ。それ使おう。これ、あ、ダメだダメだよ。常連の人運がないよって言えば多分これくれた人分かるんで。嘘、ごめんなさいね。ありがとうございます。暑いよ。なんでかって言うと5カウンターしてるから。頼む、絶対入ってくれ。ちょっともう一回その常連がもらったコーヒーでボタン押すよ。ボタン押すよ。もうちょっと上見ないよ。これ俺音で、音で感じろ。これ、うわー、ダメだよ常連の人。嘘、ごめんなさい。絶頂入ってよ。もう青だったり、今回は全然乗っかんなかった。こういう時悲しいよね。60ゲームもあったのに。あれ、ブルーばっか。今6カウンターやってないですからね。ちょっと待ってよ。もう一回ブルー来たらブルーインパルス飛んでくるかな。俺はいきなり緑の車。さっきのチャンス目会場で即天国行ったのかもしれないですね。入ってくれ。後でね、60ゲーム以降で当たるときあるんで、ここで当たるとは限らないんですよ。10ゲーム以内の緑の車のやつは。当たんないか。リップルーム行かないか。フォーチュン。
ップルーム行かないか。あれは行かなかった。珍しいの取っときゃよかった。右押して真ん中金7確定です。そして青いただき、これは来るぞ。そして轟きでいく。あー今思い出した、ちょっと前のことすぐ忘れてる。これブルーレジェンドですよ。ブルーレジェンド、つまりブルーインパルス。見て見て、ほらほら青青青だから。やばいね。いやここは相当正念場だよ。飛ぶよ、急に来たよ。頑張ります。あこれ天国行ってほしいな。絶対行きやすいよ、ブルーレジェンドだから。ブルーインパルスの強烈な仕込みを見せたいっすね。 80% ループなんで平均5連、これがもしブルーインパルスだとあと2回は来てほしいっすね。大体登んないな。さっきの鏡の緑の車は関係なかったか。あれ結構暑いんですけどね、期限以内に緑の車。うわ終わんないで、青いただき。ブレインパルスでもね3連で終わることありますからね。終わんないで、ここでちょっと上乗せ。今日はとにかく難しい。うわ終わっちゃった。うわこれしんどいな。ちくしょう、引き戻し来ないかな。あれ引き戻し来たかもよ。いただき1回目で引き戻し来たらもうやる気満タンになるよ。でもねベルがめちゃくちゃ悪いんですよ。俺ベルめちゃくちゃ信用してるんで、ベルが悪い時ってね、ベル以外に2個欲しいんですよ、条件が。引き戻しとかモードとか弱者解除とか、これがね何にもないんですよ。まあ、とにかくブルーインパルスだと思うので粘りますけど、オズベルか。おお、あやった、マジか。これよし、あ天国準備だったんだ。あこれでやる気満タンだ。これの前は子役会場ですからね。子役会場の後の天国準備は合わせて濃厚ですよ。合わせて濃厚。ただねこれが入んないとダメですよ。これがガセの猛研修じゃダメ。何年かぶりに長剣士入っちゃう。僕1回だけ長剣士入れてますからね。こっから来るんですよ長剣士。あーマジで来い長剣士。あははビビった。これボーナスだな。
この例の逆転が起きるかもしれない。歌舞伎番と名器番大オナスの後にさっきの行きだらけの引き戻しが来てたとすると、ボーナスの後に引き戻しが来ると8ゲーム以内でね、とりあえずボーナス、あれもしかしておスベルで当たったのかな。この辺もわけわかんなくなっちゃう。これは問題は青になるかどうかですよね。冒険数から入ったから青になりそうだな。でも ここ狙っていいですか。僕ここ好きなんで、まあまあリプレイで青なら確定ですから。これうわー赤だよ。もうブルーじゃなかったんじゃないの。まあいいや、頑張ります。とりあえずいただきたい。ああここに来てもう自力で青を入れました。ありがたい、めちゃくちゃ引っ張ってくれた。21ゲームこれで50ゲーム足しても天国行っていただき中にボーナス引ける数が決まりました。68ゲームあればいただき中のボーナス引けるんで、あー別帳頼むよマジで。これうわー赤だ、ありがとう。うわーすいません、目押し下手くそ。これ来ましたよ、弁当で100。上乗せ増量率が高い。広瀬香美の声より高い。いや広瀬香美の声の方が高いか。絶好調。さあこっからが問題。番長頂上行け。よし、いただけ、いただかしていただくんだという気持ちが、ね、大切ですよね。いただくんではない、いただかしていただくんだと。うわ熱い、リプレイで迷彩柄。これは絶頂、ちょっと助けてくれ絶頂で、お願いしますよ桐島ゆりかさん。これなかなか絶頂来ないね。でもありがとうございます。いや一応ねなんとかね、うわこのへこみ戻せることができるのか、できるのか、できるのか、むちゃくちゃかわいいねほれ増加率ただいま絶好調。なんと1枚役のベル10個で対決で当たりました。子役解除と一緒ですからね。これはめちゃくちゃでかい。今ねちょうどベル100個数えたんですけど今日に確率よくならないんで、もうそういう時はもう完全に逆に数えません。もう出る確率は無視します。とりあえず今ちょっとずつ復活してきました。
が熱いかってね、実はあれ引き戻しの可能性あるんですよ。これはね、賛否両論があるんですけど、僕はなんでかっていうのを説明しますね。実はあの逆転の引き戻しあるって言った時の後にもう一回ボーナスでいただき入れてるじゃないですか。そのボーナスのいただきの引き戻しが2回連続来てる可能性あるんですよ。ただもう目いっぱいになっちゃってるから先に継続で上乗せしてるんですよね。でこの後に8ゲーム以内でいただき入ったらそれは逆転の引き戻しなんです。言ってる意味分かりますかね。だから僕結構ね継続で来るサラリーマン番長の代はめちゃくちゃ粘りますよ。あの前世って共通とか言ってますけど、僕はそういう理論でしか継続見たことないので、必ずねそうやってね重なった時に来るんですよ継続って。いやこれは熱い。まあこれはあくまでも僕の300万ゲームの経験則から独自解説してますので、これを見習うかどうかはもう皆さんの判断で任せます。頑張ったね。いやこっからです。こっから8ゲーム以内でくれば引き戻し逆転。うわーないか。いやーということはなんだ、さっきの継続は逆転のやつが先に来たのかな。今日は全てにおいては難しい。あと少し戻せ。うわー嬉しい、弁当で当たりましたよ、青なら確定の。ここで超満潮にしてやる。シックスカウンター揃えてやる。右出た、逆ハサミ、うまい。早いよもう。お前はカール・ルイスかって。女門からいただきが入って今こんな感じです。外れ目のナビ来い。そしてリプレイになる。しばらくちょっとハマって仁王門からいただき入りました。おお熱い。仁王門以上さあ来い。熱い。いやーマジかよ。頼む。で、500。これ。うわ。お、あっち。あっち。来い。これ。うわ。おお、もう一回。多い。頼むよ。しぶといねこの仁王門。ああよかった。ああ来た。
た打球の引き戻し、逆転です。これ8ゲーム以内できますよ。いやー悩むなマジで。いやー焦ってだと思ってんだけどな。焦ってあんのかな。難しい。これがね面白いのが、ここの225ゲームのボーナスの前に仁王門で板だけ入ってるんですよ。これでここで逆転なんですよね。引き戻しの仁王門の板だけの引き戻しなんですよ。いやー難しい。入ってほしい。これよっしゃー嬉しい。あーやっと来た。頑張ります。肩が熱い。もう4分間できちゃうよこれ。いやー7じゃないか。ずっと続いてくれ。おーいいね。おー今のところ全部パーフェクト。珍しいな。おー30ゲーム激熱。ありがとうございます。うわあ、これこれ増加率いいね。いいよ。あ、初めて外れた。うわこれは美味しい。絶対30ゲーム来ますからね。プラス中の弁当は。戻しましたよ。ゼロラインに。チャンス目からいただき中に来ました。ほれ。よく伸びた。日本門から入りました。これは助かる。250
6のゾーンで当たりました。 A モード4回続いてて、ね、ここらで天国やっと天国か。お、違う、はい、今日チェリーか、今日チェリー、チャンスもない、結構外れるんだよな、これ多分これあの強チェリーじゃなくてゾーンでマップ会場の天国だと思うんですよね。まあ、天国だったでしょう。からのやめ時が難しいね。やっとプラスになったんでどうする、やめようとしたらチャンス目から解除です。そして5カウンター、赤かい、日本文化いただきらしい、当たらせるな、いいね。けどね、まだ僕正直焦ってだと思ってないですよ。指示ですけど、ちょっと熱い、ああ、地元しくるか、悩む、3回目の引き戻し来た、これで 30% になっちゃうじゃん、これは激アツ、匿名以外で来てお願い、匿名回避でもね、こっからね、いただきスラッシュ入りますからね、入るときは。バッキスラッシュ白い、ツーツーモータースタイル、弁当で入ったかも、またこれの前が弁当だったから、青7だったら弁当で当たってますからね。ただ絶頂のチャンスがあるよ、バーリープレイ来い、よし、うわー、本日弁当2回目ですよ、めっちゃ嬉しい。ただ何にもカウントさせてくれなかった、ビビってるね。現場から工事現場だ、 B モード以上もしくは当たり、まあ多分当たります、当たりそうな感じだったんだよな、当たった、おお、やっぱりブルー、まあ、天国だからね、青7なんですけど、もしかしてもう一回ブルーインパルス
来るかも。直前でチャンスの引いたから終わってすぐ来い。アヒルの便器、白鳥の便器。ダメか。青と2回連続来たからやめらんないね。ここでやめたいんだけどな。ブルーブルーって2回青の名が来てるんでやめらんないっすね。次当たるまでは。もしブルーインパルスだったら後悔しちゃうんで、ドラキとか入ればね分かりやすいんだけど、この2、4本が入ってくんないかないかな。このオスベルが入ってくれると分かりやすいんだけどな。頼む、2、4本入れ。ハマったけど早めに当たってくれた。オーポンチ、青七だといいな。青七じゃなくてもう天国も行かなくて B モードも行かなかったらやめます。4つカウンター光らしちゃった。これじゃ光らなくていいよ。じゃないと分かんなくなっちゃうから。あーリプレイ頼む。あれ、いやダメだ。うわ損した。あんなおなら見れどころだったらあそこでやめてたのに、マイナスになっちゃってる。なんでしょう、もう。いただき来なかったか。久々に来ました、 V 光。 V チャンス目で当たったんです。これちょっと嬉しいな。この200ゲームのゾーンでやめようとしてたんで。やめます。ちょっと粘りすぎたね。まあこれ焦ってだと言われりゃそうかもしれないけど、まあ F でしょ。ゴブゴブで F でしょ。ゴブゴブで F って変ですけど、ちょっとへこんじゃった。ゼロラインをプラスで終えたかったね。結局今日はヒデオ6人置いてきました。それでね、推理の方は当たりましたね。コートギアスが
1台除いて全部据え置きですね。多分ブラックラグーンはちょっと違うかな。あとね、伝説イコールレジェンドイコールサラリーマン番長のブルーレジェンドっていう予想でサラリーマン番長全アー設定かと思って座ったんですけど違ってましたね。伝説はどうやらあの DMM のレジェンドっていう取材イベントらしいです。深読みしすぎましたね。まあでもね、結果オーライですね。39番引いてね、末尾7のねバジリスク取れなかった時点でね、まあラッキーでした。なんでかっていうと末尾7もう全滅でしたからね、関係なかったっす。バジリスク絆以外にも末尾7関係ないっすね。まあでもね、サラリーマン番長はね、まあ焦ってといえば焦ってなのかなと。真ん中の綺麗なお姉さんの台が直撃来てまして、で右角の台が頂きの引き戻し3回来てまして、僕と一緒で。でもあんだけ負けはちょっとな。右角だったら分かるんですけどね、出来が悪いんで。3台ともマイナスっていうのはね、全アー設定って言いづらいな。ということで今回のパチスロ名探偵次郎終えたいと思います。次回パチスロ名探偵楽しみにしてください。いつになったら勝てるのかな、このスランプ脱出できないのかな。それじゃあ寒いね、またね。